片桐のあれ、服部でしたよ。やつは何にも掴んじゃいませんよ。で、大量の証拠ってのは？出任せでしょ。いつでも逮捕できると思わせるための。そうなればパクる時の機動隊の予算が引っ張ってこれる。そいつは光栄だ。ああ、それと片桐の同僚によると奴は下とつながってる。どれだけ片桐が石田を自由にさせたと思ってるんですか。納得でしょう。清廉潔白のあの片桐が千原会の犬か。どこが清廉潔白なんだよ。成人ぶってたってやってることは俺と同じですよ。ありがとうよ宮本さん、これで安心だ。もちろん約束は守る。これで手切れだ。いや、それなんですけど、取引やめる必要あります？裏表があるのは俺だけじゃないと分かったわけですし、これからもお互い助け合っていきましょうよ。Ha ha ha.